シャドウハウスは、走馬灯による日本の漫画、週刊ヤングジャンプにて、2018年40号より、連載中。アプリ、ヤンジャンでカラー版が同時に配信され、韓国のネバーブックスシリーズでは、2夜祭丸配信されている。メディアミックスとして、テレビアニメが制作された。訪問者のない不思議な洋館、シャドウハウス。そこには、貴族の真似事をする顔のない一族、シャドウと、それに仕え、顔役を務める生き人形たちが暮らしていた。生き人形の少女、エミリコは、顔のない種、ケイトの役に立とうと、日々奮闘中。子供のシャドウは、部屋から出ることが禁じられているが、エミリコは、大掃除を通じて、他の生き人形と交流を持ち、またケイトから多くのことを教わって成長した。そして、エミリコの前向きな明るさは、ケイトをはじめとして、関わった人々を少しずつ変化させてゆく。やがて、子供のシャドウたちがその資質を試される、お披露目の日がやってきた。様々な試練を乗り越え、エミリコとケイトは無事、お披露目を突破、成人したシャドウとして扱われるようになるが、同時にこの館の異質さも、少しずつ明らかになっていく。恋の項はテレビアニメ版の声優。生き人形シャドウか生き人形シャドウか生き人形シャドウか生き人形シャドウや3階の住人、おじいさまと共にある胸の最高位の地位と権力を持つシャドウ。顔を見せることは滅多にないが、屋敷周辺にある村に出向く際は顔を見せる。定期的に持ち回りで生き人形の元になる人間の子供たちを調達する。2階に住むシャドウ、おじいさまと共にある胸に住む住人。3階の住人ほどではないが、十分な権力がある。俳優の高杉真宙は、ダヴィンチ2020年10月号に掲載された、次に来る漫画大賞2020の特集にて、次に来る漫画として、本作を挙げた。2021年4月から7月まで、東京 MX 他にて、第1期が放送された。11話目からはアニメオリジナルで物語が進行しており、この部分のストーリーは原作者走馬灯直筆で原作漫画執筆時の初期案を使用していることが本人のツイートで語られた。第2期は2021年9月の配信イベント内で制作発表された。ありがとうございます。